アイドも靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。ということで本日バズフェードさんの段階の世代クイズやっていきたいと思います。よろしくお願いします。昭和生まれでも難しい、あの段階の世代というのはですね、1950年ぐらいだから今から70年ぐらい前の70年ぐらい前に生まれたね、お方様方のそういった世代だな。だから今はもうだからあれだな、リタイアしてらっしゃいますね。70ちょいかな。ということで、なんか当時はだからあれだよね、今と違って今はさ少子高齢化っていうじゃないですか。昔はねベビーが行さんおったわけですわ。でこの段階の世代の方々は特に人口が多いと、段階の世代のな。だから数が多いからその日本経済に及ぼす影響も大きいということで、50年前後に生まれた方は段階の世代としてちょっと一括りにさせてもらって話題に取り上げられることが多いな。だから今言って70ちょいだよ。だからまさにな、田沢おじいちゃん、あの左のお方様ですかね。でも素敵な表情してらっしゃいますね。奥様は若く見えますね。年の差があるんでしょうか。はい、ということでやっていきましょう。私が青春時代を過ごした時代のことをどれだけ知っているかな。これは田沢さんが何歳ぐらいのことでしょう。1ドル360円。そう、今さ、今と昔で1ドルが全然違うんだよな。今110何円とかじゃん。一時期さ10何年か前に1ドル70何円とかなりましたけど、昔は1ドル360円。だから輸入品がめちゃめちゃ高い。輸入品といえば高級品。だって今1ドルのものを買うって言ったら110円ぐらい払えば買えるわけじゃないですか。で昔はね、たかが1ドルのね、板チョコ1枚1ドルのものを買うのでも360円必要だったわけだから、もう高級品だよな。1ドル360円。でもね、僕、親から、靴ひもペアレンツからね、昔海外旅行行った時に1ドルが何百円だったって話を聞いたんですけど、自分の両親よりも、靴ひもペアレンツよりも年上の田沢おじい様のご年齢だから30代頃じゃないかな。20代の頃か。ちょっとあれだな。1ドルステーキハウスなんかあったんだ。すごいな。1ドルステーキハウス360円。だからそれはさすがに安いな。脱脂粉乳って美味しかった。まずいよ、脱脂粉乳。もう答え書いてあるやんけ。脱脂粉乳、粉で溶くミルクだな、多分な。まずかったけどそれしかなかった。そう、これや。今の給食見るとよだれが出そうだ。やべえ、なんて思うんだろう。漢字弱者だからよくわかんねえわ。テレビは買ったよ。昔のテレビはブラウン管だからもっと奥行きあったんだろうな。通販。月々に分割して支払うこと。クレジットカード。昔はクレジットカードとかないでしょう。だから通販なんかもっとないよね。だから月々に分割支払いのことや。衝動買いはやめましょう。そうだな。その通りですね。昔の田沢おじい様の頃ですね。昔からちょっとやっぱりイケメンでらっしゃいますね。紙芝居で人気だったのはどれ？紙芝居ね。今のヤング紙芝居知らんでしょう。ゴジラ、アンパンマン、黄金バット。黄金バットじゃない？どんな話かも覚えてないよ。そうな。日本人初のボクシング世界チャンピオンはどれだ？これ、具志堅用高さんじゃない？バラエティ番組とかに出てらっしゃいますけど。違うんだ。具志堅用高さんはその後か。日本人努力すれば世界チャンピオンになれる。すげえ。新、三種の神器といえば、昔の三種の神器はテレビ、冷蔵庫、洗濯機ですよね。多分な。テレビ、冷蔵庫、洗濯機は、新三種の神器でしょ？多分昔はこれを新って言ってたんだろうね。当時は、
今のことか。ちょっと引っ掛けだよ、これ。当時はクーラーなんてまだお金持ちの家にしかなかったね。こういうの目標に働いていた。ああね、昔は、そう、クーラーとか高級品、あと、自家用車はスーパー高級品みたいな。半分しかできなかった。もっと勉強しましょう。はい。昭和を知ろうぜ。はい、ってことでね。団塊の世代クイズ、半分しかできませんでした。ほう。まあ今もね、今のこの、令和か。うん、俺ちょっと平成しかあれない、あれがないんだけど、思い出みたいなのが。その、平成の時代も、ふっるーって言われる時代が来るんだろうな。なんかちょっと寂しいですね。はい。ってことで最後のご視聴いただき、ありがとうございました。では。